皆さんおはようございます。一週間ぶりです。ケニーです。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、このミつの最新の記事、最新のカバーストーリーについて、それをまとめて、英語の意見を言ってみるという、こういうやり方を通じてですね、英語力をどんどん改善していきましょう。それと同時に世界に対する最新の情勢もですね、把握するという,う、一石二鳥の学習の仕方をですね、今日も皆さんにご紹介していきたいと思います。で今日の 記事カバーストーリーなんですけどね、これがあの最新のエコノミストのカバーなんですね、よく見ていただきますと、この大きな手がですね、下にいる人たちをこう押しつぶしているみたいな感じです。よく見ますと、下にいる人たちはこう雨傘なんかをですね、えー、出しているんですね。でですすからこれがですね最近のあの中国の えー、香港に対するです、ね、選挙改革ですね、中央政府の影響がより及びやすいように改革した、うん、あるいはその香港の民主化の動きをこうぐっと抑えている、それを象徴していると思います、それから昨日、ですね初めて中国とアメリカの外交トップがあーアラスカで会談をしましたね、いやー本当に予想はちょっとしていたんですけども、最初からですねもう非難の応酬ですね。 あれだけ見ると、ですねもう本当に決裂してしまったみたいな印象がありますよね。ただ、最後に会談を振り返って、ですねプリンケンが言ったんですけど、その価値観の違いは確かにあるんだけれども、その気候変動ですとかね、あるいはイランなんかについては、ご意見があったと、そういうことを言ってるわけですね。はいえー、それに関するー YouTube ビデオも載せておきましたので、ぜひ見ていただきたいと思います。でも私はあれを見て、ですねもうあれがもうこれからの中国とアメリカの行方をですね占ってるんじゃないかと思ったんですね。 もう本当にもう根本的な価値観が違うのでそれがクラッシュしてそれを埋めるということはほぼ無理に近いいかにその共通の部分を見つけ合っていくかという,もうそこにもう集約していくしかないんじゃないかというふうに印象を受けましたはいここまでのですねつかみの部分ですねつかみの部分で、ね、いいやり方というのは今日のテーマに関する、うん、その最近のストーリーですねストーリーを持ってきて、えー、最初に持ってくるそうするとですね聞き手が あ注意を引きけけられるわけですね、うん、その後、ちょっと一言、あの質問を入れるといいですね。皆さんは、これからの中国とアメリカの関係がどのように進展していくと思われますでしょうかというふうにやるとですね、これに対して考えますから、ぐっと引き込まれますね。えー、さて、この記事がですね、なぜ重要かということを、まず簡単に、にちょっと簡単に申し上げたいと思います、えー。今日の記事の内容はですね、非常に重要ですね。えー、非常に我々にとってもね、あの関係があります。なぜかというと、 もうこれからはこの2大、えー、タイタンですね、2つのもう巨大な国が世界を牛耳っていくということはほぼ間違いないと思うんですよね。それで、どのような展開になっていくのかで、それが我々にとってどのような影響が起きてくるのかということをですね、非常に本質的なポイントを展開しているので、えー、すごくこれ読む価値のある記事だと思います。ぜひ皆さん、全文を載せておきましたので、読んでみていただきたいと思います。思いますはい、これがですね、ホワイトの部分なんですね。 えー、つかみのあとホワイトを言いますホワイトを言うとああじゃあこの記事を読んでみようかなって気持ちになりますよねはいそれで今日の内容ですねちょっといろんなこう論点が多いので私メモを使いながらですね話させていただきたいと思うんですね、えー、今日の記事の主な論点はですね大きく分けますと2ポイントに分かれます第1がですね、えー、その中国という存在が あ、勝ってのソビエトとどのように違うのかということですね。これが最初のポイントです。それから2つ目のポイントはですね。それを踏まえてアメリカをはじめとした。西側諸国は中国とどのように付き合っていくべきなのか、こういう話なんですね。じゃ、最初のポイントからいきます。皆さんはああの冷戦という言葉がありましたね。もうしばらく前。えー 2つの巨大な勢力圏というものはアメリカ西側資本主義とそれからソビエトですねソビエトユニオンというこの2つの大きな対立になってたわけですね。でしょうかこの記事で書いてありますのはですねそのアメリカとソ連の対立の時にはそのソ連の経済力っていうのは大した大きさじゃなかったんですね。 えー、西側諸国に比べますとですからまあ一言で言っとくとほっとけばよかったんです無視すればよかったという状態だったんですね、えー、でそこにまあ何もコミュニケーションが起きてこなくてその冷戦という言葉が生まれたわけですけれどもところがですね今はあそのアメリカですね、えー、アメリカとそれから中国があ対立状態に入ってますけれどもおそのおソ連とアメリカの対立した時と全く違うのはですねその その中国の経済力がもうすさまじい影響力が世界中にあるということなんです私もこの記事を読んでね驚きましたねあの中国の影響力というものをね私よく把握してなかったですこの記事を読んでねいかに中国の影響力がすごいかということがは,、ね、はっきりと分かりましたそれをちょっと具体的に説明していきますね、えー、まずその製造業のポイントからそれから貿易ですねそれからあと金融のこの3つに分けて簡単にお話ししていきたいと思います皆さんはですね中国のそのそ GDP は世界中の GDP の何パーセントくらいだと思われますでしょうかなんとですね18%だそうですもう5分の1ですねそれから、えー、世界の製造業に占める中国の製造業の生産量世界の何パーセントだと思われますかこれはですね22%だそうです、うん、アメリカのデータはちょっとないんでまあこれはちょっと高いくらいでしょうかね えですけどこれはすごいですね、もう5分の1のお製造業における、あるいは GDP におけるもう影響力を持っているわけですね、えー、それからですね、えー、次はですね、えーあのえー、貿易に関してですけれども、貿易に関しては、えーあの、中国を最大の貿易相手国としている国々は世界で何国あると思われますか、64国だそうです。あそれから アメリカを最大の貿易相手国としている国々は世界で38です。なんとですねもう2倍以上の国がアメリカよりも中国を自分の貿易相手国として最大の貿易相手国として、えー、あのトレードをし,してるんですねこれなんかもですねすごい量だと思いますまあ,あの全体量でいうとソビ,エソビエトとの時代に比べますとですね中国はソビエトの持っていた1959年当時ですよ 3倍のトレード量を持っているそうなんですね。ですから、その貿易でも,もう圧倒的な力を発揮しているわけです。それから、もう一つ、経済、金融ですね。金融に関しては、まあ、一言で言いますとあの、中国はですね、世界のファイナンシャルセンターとしての地位をですね、もう着々と固めますってますよね。あのような弾圧があ香港で起きたにもかかわらずですよ。 ストックマーケットはもうどん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 上昇しています、それから上海ストックマーケットですね。ですから、まあ、オトクラシーという体制下にあっても、ですね経済がどん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 伸びている、うん、それからもう一つはあのデジタルカレンシーも、ね、予定されていますよね、それがもしかしたら世界の,その基軸通貨になる可能性さえもあるわけですね。そそううししますすすとと今3つつったここででねね製造業トレードそれから金融この3つにに関してもう中国はです、ね、もう世界に もう計り知れない影響力をまあ発揮しているということです。これはまずしっかり押さえましょうね。じゃあ二番目のポイントです。じゃあそういったポイントを押さえてアメリカあるいは西側諸国はどのように付き合っていくべきなのかということですね。この記事では二つのアプローチをあの解説しています。一つはね実践エンゲージメントですね。いろんな方法を使って、えー、中国をですね孤立させるという方法です。ところはねこれはもうダメだということはっきり言ってますね。今最初に申し上げましたように。 中国の経済世界経済に及ぼす影響力というのは計り知れませんからもし中国を、ね、経済的に孤立させるようなことがあったら一番,一番その <laughs> 被害を受けるのはです、ね、アメリカ自身なんですねあるいはもう世界各国の経済がもうそれによってもう本当に暴落してしまうと。 ストックマーケットも暴落してしまうこういう結果になりますからディスエンゲージメントはダメだということを言っていますで2つ目のじゃあ、えー、選択肢としてはです、ね、もうエンゲージしていくしかないわけです、ね、エンゲージというのはお,お付き合いしていくしかないわけですでその時にやっぱり西側諸国としてはです、ね、ユニバーサルバリューですね世界に普遍的な価値観あるいはヒューマンライツということを基本にしてです、ね、やっていく必要があるとで具体的には、ね、この記事あの皆さんで読んでいただきたいんですが簡単に言いますと、ね、1つは サプライチェーンと、えー、いうものをです、ね、より自動化して、えー、西側諸国内でその製造業、生産、いろんなこのサプライです、ね、これがうまく回るようにすること、それからです、ね、2つ目があのミリタリーユニティですね、えー、軍事面で、えー、西側諸国が、えー、結束すること、うん、最近もありましたよね、あの日本とそれから韓国とそれからインドとオーストラリアですね、えー、それからアメリカ、これがこう えー、結束しようということを出しましたけどね、えー、この2つですね、えー、サプライチェーンとそれからミリタリーということです。はい、これはですね、今日の内容なんですね。今、ファットについて、えー、大きなポイント1、2に分けて、えー、その経済的な影響力として、もう1つはあエンゲージメントの方法についてね、語りました。でね、最後、How なんですよね、How。これに対して私の意見を言うべきな、いうところですね。これはですね、 私はあ非常に難しいあの選択というものをです、ね、西側諸国というのはあ迫られるだろうというふうに思っております、えー、なぜかというとです、ね、あのこれ、どちらが正しいという話では僕はないと思うんですよね、えー、なぜかというとです、ねえー、そのお国家のお基本的な考え方あその生成過程というものはこれは、ね、もう歴史に基づいていると思うんです。ですからアメリカは イギリスからこう独立してですね、ずっと民主主義というのを育ててきましたけれども、中国はそうじゃないわけですよね。もう昔からですね、いわゆるこうダイナスティですね、帝国的なあ、その王様、王様というか、こう、いてですね、一番力強い人がいて、その中で、まあ、人民は、まあ、あぎながらですね、圧政にあぎながらも、ずっと生き延びてきたと、こういう,う背景が違いますから、 そこに持ってきて、このオトクラ中国はまあ一応オトクラシーという、オトクラシー、専制主義ですね、それからアメリカはデモクラシー、それがぶつかってもです、ね、もう完全にもう水と油なんですよね。だからこれはね、どちらがいいとは言えないと思います。オトクラシーにはいいところがあります。それはなぜかというと、一気に国の政策を前に進めることができますね。欠点はやっぱり あの抑圧されるる人たちが出てくとということです、うん、じゃあデモクラシーのいいところなんでしょうかこれはもうフリーですよねフリーダムオブスピーチところがですね、えー、ネガティブな点もありますフリーだからこそ起きる混乱ですよねもういろいろこうメッシーな状態になるわけですよねですからね両方のプロズンコンズがあるわけですねなんとか両方のいい点をこう融合したあ最適な体制というものはないもんだろうかとこれは当ビッグクエスチョンなんですけど私はそういうふうに思ってるんですね はい、どうもありがとうございました。これがね、How なんですね。じゃあ今の内容をですね、ちょっと、uh, 5分ぐらいでね、なんとか、英語でまとめてみたいと思いますので、あと5分ぐらいですね、ぜひあのお付き合いいただきたいと思います。よろしいですか、uh, 英語で今の流れをやってみたいと思いますね。Okay、good morning ladies and gentlemen.Today's topic is from the、uh, New West cover story from the、uh, Economist magazine, which was just issued yesterday.And the picture of that、uh, story is this. You see the big hand that is uh, representing uh, China, central government, depressing the people underneath. And if you see very closely, some of the people holding an uh, umbrella. You know, obviously that's the umbrella movement or democratic movement uh, which happened in the uh, Hong Kong. But that movement was squashed by the big hand from China, right? So this really represents the today's uh, uh, topic, and also. Uh, yesterday, just yesterday, the uh, diplomats from both China, China and the United States, uh, first met in Alaska last night. And did you see that? You know, I have the videotape, uh, YouTube video, uh, on this uh, um, uh, blog. So please look at it. And uh, as I expected, you know, they started with the argument, big argument, right? And uh, looked like, uh, you know, the the meeting was. Uh, not successful they agreed on some issues but the big issues they couldn't obviously really uh, you know uh had an agreement because of the huge difference between the philosophy on both countries okay all right so what did you think about it okay so this is a in you know, a grabbing car grabbing this net okay now let me tell you why this article is so important and so vital so relevant uh, to our future because this article discusses how two titans uh, namely the uh, united United states and china how do they get along with each other and how we should uh, support or how we should uh, make a win-win relationship okay this is going to influence all aspects of our lives that's why this is so important okay so now in terms of the contents in terms of what is written here i'm going to tell you two major points the first point is how China is different from the former Soviet Union, namely how much much more influence China now possesses compared with the former Soviet Union. And point number two is, based upon that, how should America and the Western allies should behave and interact with China in order to make a win-win relationship? So uh, first talking about the first point. You know, there are three key points, subpoints uh, under this uh, first point. Okay, number one uh, is the uh, manufacturing and, manufa and trade and finance areas. In those three areas, how China became so influential now compared with the Soviet Union. According to the. Uh, okay, so back in those days, uh, Soviet and US uh, uh, a conflict, so called the uh, Cold War era, right? Uh, the uh, soviet union didn't really have a huge economic uh, you know, power right and that initially they had but they you know, started to decline and eventually they broke up so united states basically could just ignore soviet union right and that's why no communication was uh, happening between very small amount of communication was happening between two nations that's why the world the cold war was born but now china has completely different influence okay so that's what I'm going to talk about it right now uh, first of all in terms of the manuf manufacturing and then the GDP do you know the percentage of the China's GDP in the world according to this article 18% of the GDP of China okay that is a 18% uh, of the world GDP is produced by China and do you know the percentage of the uh, production Chinese manufacturing in the world uh, manufacturing industry 22% that's amazing isn't it i don't know, you know this doesn't talk about the, the percentage of the america maybe slightly bigger than that but one fifth of the the total production of the world is now produced by the china that's how influential it is okay in terms of the uh, trade do you know how many nations right now in the world uh, regard china as the largest trading partner that is 64 nations, is, is uh, regarding China as the uh, largest trading partner. And for the United States, only 38 nations uh, regard the United States as the their largest trading partner. So China now nearly have twice as many nations uh, as the trading partners who regards China as the largest trading partner. That's amazing, isn't it? Okay. And in terms of the financial area, uh, China's economy is uh, growing so rapidly right? Among the, after the corona, China's GDP, expected GDP is going to be the highest. And also, even though uh, that kind of the huge uh, kind of brutal repression happened in Hong Kong, uh, Hong Kong's economy is going, stock market is uh, in a renewing uh, record high. Same thing happening in the mainland China shanghai market uh, is booming it's right now going a little bit down but the amazing thing is uh, normally when people in the past uh, we believe that that kind of political repression happens you know capital uh, run, uh, runs away from those areas but uh, you know completely opposite is happening right now even though repression happened politically speaking hong kong is going to be less liberal but the steel economy is going up and the uh, stock market is booming that's amazing and eventually china is going to develop uh, digital yuan and if the digital yuan become uh, in the world uh, main currency how much damage uh, us dollar will receive so in terms of the financial area uh, china is, uh, is going to be a very dominant force so those three areas right uh, manufacturing and trade and uh, finance area, China is getting very very influential so that 's a point one point number two is so based upon that fact, how does the u s and the Western nation deal with uh, China in order to make a win win uh, relationship? The first choice this article talk about talk about is a disengagement meaning isolating china, but that 's a wrong method. this article says because because of the such a huge financial Influence. If U.S. does something to isolate China, who's going to be a victim? U.S. maybe, and other Western nations will suffer a lot economically. So that's the option, which is not viable. The second option is very idealistic, but this article says uh, we should keep engaging uh, engagement with China, uh, advocating the universal value and human rights. Okay. specifically this article talk about the modernized supply chain so that the uh, the uh, supply chain among a western nations is going to be much more efficient number two is a military alliance with uh, democratic uh, countries which just happened between uh, japan uh, south korea and india and australia right so that which can uh, the western nations can Sort of a build up a strong alliance to safeguard China's It's very aggressive, uh, you know, the military maneuvers. So those are two points. Okay. Hi. ima what do you I major point, two points. Okay. Last three. How do I interpret this? Okay. This is a big topic, and I don't really believe which side is right, which side is wrong, because both regime has a pros and cons. For example, what is the advantage of the? Uh, what is the advantage of the? Uh, autocracy i think advantage of the autocracy is it can unite the nation uh, very forcefully not may not be democratically yeah uh, really unite the nation and decide the country's strategy very quickly and efficiently so it can move it can advance the nation so quickly of course there is a negative aspect that can be you know create the repressed people you know repression and uh, which is happening in the uh, uh, Hong Kong and the Xinjiang, right? But they may think that's a necessary sacrifice. I don't know. Okay, look at the democracy. What is the great thing about democracy? Well, we can talk about anything. You know, I can make a, this kind of you know comment on the YouTube, and I'm not going to be arrested. And it can create a vibrancy, effervescence, according to this article. You know, a very active society. What is the downside? There is actually downside because it's so free; it can create so much chaos, confusion, uh, and quite often, yes, it can discri create uh, discrimination. Uh, look at what happened last year in the United States: Black Lives Matters. You know that the issue. Chinese side, uh, you know, retaliated by saying the U.S. doesn't have, you know, uh, U.S. also does the discrimination. You know, repression against black people and recently Asians right. so those two nations, two regimes have pros and cons. so my idealistic conclusion is, uh, isn't there any way uh, for us to unite those good points, okay, and uh, come to discuss how we can solve those uh, problems altogether? okay, that's my idealistic comment. i don't know how it goes, okay? oh. so that's my presentation. sorry, i spent 21 minutes, but uh, you know, if you are really interested in, uh, please read the uh, article. And if you like uh, this article, my uh, vlog, please put the enable button and please uh, uh, become a member of the, this uh, blog series. Okay, thank you very much for listening to the end. I really appreciate your attention, and I will see you very soon. See you later. Bye. Thank you.